こんにちは、島村です。今日は栃木の美術館に用事があって向かっているところです。もともと私一人で電車で行くつもりだったんですけど、餃子食べて帰ってくるって話したら夫も行きたいと言ってくれたので、今車を出してもらってます。楽ちんです。ありがとうね夫、はい、よろしくお願いします。風がすごい、なんか喋ってやばいやばい寒い。山が見えてきた、めっちゃいい景色がだいぶ変わってきました。動画だと多分撮れてないと思うけど、細かく雪が降ってます。外寒そう。美術館に着きました。今から打ち合わせをしてきます。美術館での用事が終わりました。今から餃子を食べに行きます。行くぞ。食べれちゃいました。美味しかったです。今車で通ってる道が、私が文政に通ってた時に学バスが通った道だぞあんまりなんか景色は変わってないんですけど、春子が亡くなってた。多分よく見ると他のお店もいろいろ変わってるんだろうなと思います。なんだかんだでもう10年くらい前、10年は言い過ぎ、うん、街もありますよね。でも当時からずっと餃子の街でした。美味しかった。バス停がね、ここで降りるとちょっと安いからここで降りてアパートまで歩いて帰ってた。懐かしい。河内まだあるかな。あ、あのブランデーケーキのお店まだあるね。うわ、河内だ、河内だよ高速乗った。埼玉に帰ります。ありがとう、宇都宮。またねー。夕日が綺麗。